はい、こんばんは、本和歌堂の下川です。本和歌堂での施術方法の説明したいと思います。当店ではガチガチ専門なので、筋肉が凝り固まった人がほとんどなんですけども、そういう方たちを、施術するという前提で話を進めていきたいと思います。まあ、ガチガチ硬い筋肉に対してはですね、まあ、そのよくマッサージ屋さんとかでやってるもみもみとね、ふにふにと筋肉をいきなり揺らしたりするんですけども、ガチガチさんにそれをやってしまうとですね、おそらくガチガチさんはもう痛いと思います。ですんで、もう痛さのあまりその揉まれてるところグッと力入ります。するとその筋肉もますます硬くなってしまってですね、施術してる側としてはもっと力を入れようとするんですね。ですんで、受け手と、施術側、お客様と施術側でも力比べみたいな感じになっちゃうんですよね。そうなると、ね、お客様もしんどいですし、施術する方ももちろんしんどいですよね。まあ、それよりも筋肉に対して、ね、非常に負担が大きいんであんまり良くないです。ですので私たちは、本和歌堂ではですね、硬い凝り固まった筋肉に対してはもう持続した圧を与え続けます。持続圧ですね。ずっと3から4秒、コツンジー、3から4秒、コツンジー、3から4秒っていう具合です。この押された時の感覚っていうのは、あいたーっていう痛みがじゅわーっと広がっていく感じですね。それを、続けます。そうすると筋肉が徐々に緩んできます。でお客様も、変に力むこともないです。気持ちよく楽に受けることができますね。で筋肉がちょっと柔らかくなってきたら徐々に揺らしていってあげたらいいと思います。お客様にも、楽に施術を受けてもらえることもできますし、その筋肉に対しても余計な負荷をかけなくて済みます。それの方が硬くなった筋肉っていうのは効率よくほぐれていきます。で結果、不快な症状、キリキリ痛んだりとかね、なんかズーンと重たかったっていう不快な症状も取れていきます。はい、本和歌堂ではそういう施術をやっております。特にですね、本当にしんどいと、なんとかしてくれっていう人、いつでもお越しください。お待ちしております。